さあ時刻は12時34分になりました、はい。千葉市の深夜さんからいただきました、はい、46歳会社員の方です、はい、昨日の夜は、うん、12月に開かれる指笛発表会の練習をしていました。指ピューって鳴らすやつ、指でピューって鳴らすやつね、ピューっていう時の、はい、うん、はいはい、で午後は父と指笛二重奏の練習をしますと、はい、親子でやってらっしゃるの、はあ、すごいな。発表会っていうのがあるんですね。あるんですね。それで二重奏なんてあるんだ、音階あるんだ。じゃああるんですね。あれコンサートなんかでヒューとか言うじゃん。やります、はい、うん、そういうことだよね、はい、あ、でもよくなんだっけ、鷹とか鵜匠の人たちはよくフィューって鳴らして、それで返して、はいはい、こう鷹が戻ってくるとかっての昔聞いたことあるな。あ、ね、あれはだからきっと聞き分けてるんですよね。そうでしょうね、うんうん、だからそういうのはだから、一つ指笛を楽器として練習をしていますと。で楽器といえばハーモニカは、はい、保育園の頃、はい、そして小学校低学年の頃吹きました。はあ、46歳の方なんですけど、深夜さん、はい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 、でも3年生以降は、はい、やはりリコーダーばかりになりました。ああそうですか。小学校の頃はちゃんと行ったけどなまあみんなそこはみんなあの疑惑には思ってないと思いますよ。アッコさんが忘れてるってことではなくて、はい、やっぱり学校とか地域によって違うってことなんでしょうね。でもリコーダーも入ってるところはやっぱ多いですね。多いですね。ハーモニカも多いですけど、でオカリナは、はい、アッコさんがキョンキョンでっていうオカリナは、はい、学校保険の付録でついてきました。へえ、雑誌の付録ですかね。なるほど。だから今でもたまに吹いてます。あ、もともとなんか音楽家を目指してらっしゃるのかな。そうじゃなくて音が好きなんだでしょうね、きっと。そういう笛というか指笛やってらっしゃる、オカリナとか、オカリナとか口で吹くもの、はい、へえ。でも46歳です。6歳でお父様と一緒にやられるってのもすごいですね。そうですね。あの指笛なんか私はできないけど、口でこう輪っかみたいなとこでヒューってやるには肺活量すごいいると思うんですけど。だと思います。それと息をこう溜めとかないと出ないでしょ、はい、普通だとフッフッだから、はい、っていう感じじゃない。まあコツがあるんでしょうけど、はい、そういうのとか昔でいうあのコムソーさんとかいた、あ、尺八とかですか。尺八で君はなんで横に手がいくの。尺八は立てたと思うんだ君それ横芸でしょあのさ、ちゃんと教えてよ。知らなくて聞いてるからさ、君一応早稲田出てんでしょ。で私言うてるやん、学校も行ってへんし。だから ここでこのラジオで言うと、リスナーの聞いてくださってる皆さんが訂正してくれたり教えてくれたりするから、はい、それを見て覚えて帰ったり、さっきの住職の人の本も、ね、本っていうかコピーもらったのは私家帰って今日は読むんですよ。この後英語のレッスンするんだけど、まずは日本己を知ってから英語に行かなきゃいけないと思って。それがね、そうコムソーって言って、まあまああれだけど、コムソー横に吹いてるのあんまり見たことないわ失礼しました。あるかなコムソーって。いや、ないと思いますね。コムソー横に吹いたら、あの被ってるあれはどこに下から入れてますもんね、例えばね。そうでしょ。失礼しました、はい、いやいや、いいんですけど、はい、続いて、はい、新潟県で聞いてらっしゃる、あ、そう、はいはい、完全納豆さん、はい、はい、からいただきました、はい、ダイヤ砂利の修行の話ですが、あ、はい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 、塩沼良純さん、はい、これは先ほど言った食べない、はい、飲まない、はい、寝ない、はい、横にならない、はい、これ4つの無行と書いて、うん、はい、死無行と読むんだそうですと。シム行、はあ、そうですか、はあ、4つない行いと書いてシム行と読むんだそうです、はい、でダイヤ砂利はその中でも飲まないが一番辛かったとおっしゃってました。そう、何にもなくてもいいから水はやっぱり飲まないと、ね、もう弱ってくんですよね、きっと。私は特にまあ変な意味で取らないでくださいよ。私は前から言ってるようにシェーグレンって病気なんですよ、はい、そうすると膠原病の一番下の方の病気ですけど、これ難病に数えられてるんです、はい、私なんか目いつも笑いすぎても涙が出るんだけど、目はドライアイなんですよ。乾くんですね。乾いて喉が乾くんです。じゃあもうなおさら、まあ、そうなんです。水はもう水を取らないで9日間っていうのは私はちょっともう想像もつかないです、ね、つかないですね。でこの関節、自分の体ばっかり言いますけど、関節リウマチっていうので、あの今あの
治療していただいてるんですけど、これも唯一、まあ、副作用ではないですけど、一番あの感じるのが喉の渇きなんです。あ、そうなんですか。だからよくやられましたね、この方。これはもう想像絶しますね。本当ですね、はい、だから今日帰って読ませていただきます。はい、はい、あとでもこれドンマイ、ドントマインドさん、うん、ドントマインドさん、神奈川県の方ですね、うん、大磯で聞いてらっしゃる方です、はい、でもアコさんすごいですねと。何が？そんなすごい修行をされた、はい、住職の心も動かしてしまう歌声ということですよねと。いわば、はい、悟りを開いてる人なんですよね。なんかその神様のような人を歌で感動させて涙を流させてしまうということは、はい、大げさではなく、ある意味アコさんも神様ってことじゃないですか。これからはアッコのいい加減に旋回ではなく、アッコのいい加減に千手観音というタイトルにしたらどうでしょうか。そんなちょっと無理ですね。でももうゴッドアフターなんてついてますからね。ゴッドがついてます、いてますね、はい、それは昼が素敵ってことじゃない。ゴッドアフターなんですね。そうか、これはゴッド姉ちゃんが来てるわけですね。そうです、そうですね。でも俺ね、今そういうお話伺って、この方住職はね、昭和43年、1968年ですからね。なんかてっきりも住職って聞くだけで、48歳ですよ、まだ。ああ、そうですか。すごいですね。もうでも19歳の時の、もう修行されてるお姿も絵では確認できますね。はい。いやー、ほら帰って本当に勉強させていただいて、はい。なんかこう一人のことを全て知るわけじゃないけど、なんか知るっていうのは豊かになりますよね。はい、うん、そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日もたくさんのお電話ファックスメールいただきました。ありがとうございました。それでは1992年のアッコさんのナンバーをお送りしましょう。おー、懐かしい、はい、和田アキ子、大阪ヘビーレイン。